まあ、私が思うに都会の生活というのはあまり持続可能的ではないというふうに考えています。パンデミックを経験しておりますが、忍者 の生活のあり方の中では、一つは自然環境に分散して生活している、自然環境を守って仲間たちと一緒に力を合わせて情報を下選択して賢く生きていくというのが、まあ、忍者が持続可能であるというふうに考えます。忍者についての一般的なイメージなんですけども、まあ、暗殺したりとか、まあ、特殊任務したりとかあるんですが、まあ、それは実は彼らの生活の一部部分であって、まあ、普段はやはりその仲間と一緒に自然環境を守って、まあ、持続的な生活をしていたというのが根底にありますので、忍術は今世界の人たちにとって学ぶことが多いと思います。なぜならば、一つはコロナがありまして在宅勤務が増えているかと思います。忍者っていうのはその自尊自衛、何かあっても、自らちゃんと立って生きていくというのが考え方ですので、そういう意味では、在宅勤務がありますけども、まず自分の家とか周りをどういうふうに、危機があっても守っていくのか、生きていくのかという視点でもう一回考えるというところが、我々にとって非常に重要かなというふうに思います。というところが、やはりこのコロナでいろんな情報があって右往左往しているところがあると思います。ありますので、やはり一つはちゃんと自分たちで情報を仕入れて、その自分たちの環境を持続可能にしていくためにはどうすればいいのかと、一つは、自分の周りにある自然環境を持続的に活用する力を持っているということ、